手玉を清めるということで、栗林徹君に、いろいろお伺いして、はい、その、まあ、言うと3段階、はい、C、ビギナーから C クラス、はい、そして B クラス、はい、A クラス、はい、以上ということで、あの手玉を清める、まあ、手玉が分かっていく、ためには、まあ、具体的にあの、まあ、どういうことが必要なのかと、はい、その具体的な方法、例えば そのための練習法だったりとか、はい、それをあの聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まず最初に、ビギナーから C クラス、はい、このプレイヤーの方々が、うん、手玉に関して知っておくべき知識とか技術とか、そういったことを聞いていきたいと思います。はい、はい、なのでまずあの、そういった、何がここまでできればいいのかなと B までいけるのかなっていうところをちょっと、はい、あのいろいろと教えてください。はい、じゃあまずビギナーから、C に上がるためにっていうことですね。はい、でまずは、まあ、ビギナークラスから C に上がるためにっていう話なんですけど、まずやはり、ボールをまず例えばですけど、まあ、上級者の話で言うと、例えば、まあ、ストップしてくださいって言われた場合にこのボールをつきます。でストップしてくださいってこう 止まったら今僕らのレベルだと止まるんですけど、例えばじゃこのボールをストップしてくださいって言った時に、例えばストップしてるんだけれども横に動いちゃいました。でもこれって、まあ、例えばストップしてないですよね。だから正確にまっすぐ当たっていない。そうすると例えばですけど、まあこういうのをこういう角度があるボールを例えばまあ転がして加減しましょうとした時に、例えば真ん中から入ればこういう動き方をすると思うんですけど、ボールが右側に当たりすぎればすぎるほどこの球ボールの動く量っていうのは増えてしまうので、力加減が、まあ、正直当たる角度の厚みによって変動するので、まずはボールをポケットさせられる、綺麗に狙ったところにポケットさせられるっていうところをまず覚えていただきたいと思います。で、まあ、例えば角度があるボール、まあ、そんなに難しくセッティングしないようにして、はい、で、まあ、これぐらいの距離感ですね、まあ、大体これぐらいの距離感、そうですね、まあ、30-40センチぐらい、ワンポイントぐらいでもいいです、程度でいいですね。だからそのポイント、大体そのこの距離感を毎回沈めることができることっていうのが、まず何ですかね、こうついた導点だったりこう狙いっていうものが正確性が増すので、まずそれを確実に入れられるようになることによって、キューボールの動き方っていうのをなんとなくイメージがついてくるので、まずはこの距離を確実に落とせるようになることですね。これがまずできるようにならなきゃいけないですね。でその後に、この距離感を確実に落とせるようになった方は、今度は上をついて確実に落とす、下をついて確実に落とすっていうのをやっていただくと、おそらくバリエーションが、まあ、3種類になると思うので、その上真ん中下っていうものでこの距離感を必ず穴に入れられるようになること。でこの距離感っていうのって、まあ、距離が近ければ近いほどこうボールっていうのはこう穴に力
近いボールっていうのは、まあここに当たっても入りますし、ここに当たっても入りますし、ここに当たっても入ります。で、今この程よい距離、ワンポイントぐらい、ワンポイントちょっとありますけど、これってここからここまで入るので、ある程度まっすぐつけるようになった方っていうのは、おそらく確実に落とせるようレベルになります。これは自分がどういうふうに狙えるかをしっかり分析して、自分流でいいので、このボールを確実に落とす、この距離感を確実に落とす、この距離感を確実に落とす、これを 100% そこに入れることができるようになれば、手玉のその角度が出た場合はこんな感じで動くな、まっすぐだったら止まるな、左側に振ったらこんな風に動くなっていうのをイメージ作りしていきます。で、難しいボールを入れる練習をするよりは、近いボールでまずなんとなくこの9ボールって右側に当たったらこっち行くんだとか、左側に当たったらこっち行くんだっていうものをまずイメージで作ってしまいます。で、それが確実に落として、まあ、上をついても下をついても確実に落とせるようになることによって、おそらくこの9ボールの、スキルはワンランク上がります。これは決して難しいことではありません。やればやるほど勝手に覚えていきますので、やってみてください。極端な話ですけど、例えばこの距離感だとするじゃないですかね。この距離感でまあ、ボールを落とします。で、真ん中に入れるとこの球を、まあ、中のやや中ぐらいの力、まあ、人それぞれの中、自分なりの中でいいんですけど、真ん中に入れると真ん中をついた時はこんな風に動きます。はい、今これぐらいの距離ですね、まあ、30センチ40センチぐらいですね。で、今のを例えばちょっとだけ厚く入っちゃった場合、この距離がもう全然違いますよね。じゃあ今度は薄く入っちゃった場合、はい、これ全部似たようについてるんですけど、じゃあこれって力加減ちゃんとできてますかって言われると、正直同じ力でついてるのにバラバラですね。こういうことが起きるので、例えばこう力加減間違えただったり、こう強かった弱かったっていう答えになってしまってるんですけど、実は当てる場所がずれているっていうことが起きているので、まずは必ずこれだけの距離であればボールの真ん中に、穴の真ん中、ポケットの真ん中に入れるんだっていうことをチェックしながら力加減をする。で、それが正確に当てられる人ほど正確な力加減ができやすいので、成功させやすいので、まずは的玉を狙ったところにちゃんと入れるっていうことを間違えないようにするっていうところが、ビギナーから C 級にとても必要なところです。これだけ気をつけていただきたいですね。だから力加減を間違えるというよりは厚みでも間違えているケースがあります。なのでしっかりと自分が狙ったところに当てて、確実に穴の真ん中に入れるんだっていうイメージを持って練習してみてください。わかりました。で、先ほど あのワンポイント程度離した練習っていうことに関しても、うん、できればあの真ん中に入れた方がいいと。そうですね、基本的に、まあ、ストップショットっ
ていうのをまずやられた時に、右側にちょっとでも当たれば右側に動いてしまうのでストップショットではないですね。ストップ気味っていう言葉をおそらくビリヤードされてる方は使うと思うんですけど、確実に距離が近ければ狙いやすいですし見やすいですし、近い距離をストップできないとおいおい迷ってしまうので、だからそれを確実に距離が近いボールに関してはピタッと止められるようにっていうのはおそらく突き慣れればビギナーの方でもできるようになります。難しいボールでやるとできないんですけど、簡単なボールでやるとできます。なのでまず自分の精度を上げるために距離が近い、だいたいワンポイントぐらいで、ちょっとレベル上げたいな、ワンポイント半、もうちょっとレベル上げたいな、フット、まあ2ポイントぐらいみたいな感じで自分の中でちょっと距離を出して練習してみてもいいと思います。あ、ではビギナーから C クラスの方が、はい、今のようなことを考えて、はい、正確なボールの動きっていう正しい動きというものが分かってきた、はい、でそこからさらに、はい、C から D へというかでステップアップ、はい、していくためにはどのような活用を教えていただくか、はい、次は、ゲームをしている中で、ボールを入れながら、最小番号を連続してこうつなげていくっていうのが、今ナインボールというゲーム、テンボールというゲームの中でのルールになっているので、まずは、C 級から B 級に上がるためには、基本的に白いこの手球ボールをどういう方向に持っていくか、どのエリアに持っていくかっていうのがすごく重要です。で、C 級から B 級に上がるということは、それなりにボールも狙える厚みも増えていて、ボールもある程度入れられるようになっているけれども、やっぱりこう球ボールのね、こう場所、例えばですけどこっち側に2番があって、この球をストップしてしまうもんなら次のボールが狙いづらいですよってはもう分かってると思うんですけど、こう2番がありますという時に、例えばここに3番がありますという時に、次のネクスト3番に、この9ボールをこの付近に近づけることができるようになると、かなり精度が必要になってくるので、 C から B に上がるためには次のネクストのボールに近づけるということができればかなりのレベルになります。で、皆さん結構次のネクストのボールにいいところ、要は入れやすいところに出そうっていう練習はされるんですけど、これはどういう練習かというと、自分がついた動点なり力加減なりっていうものがあって、で角度が多少限られてくるケースもあったりするんですけど、どんな球でも次のネクストに近づけるっていう練習をされると、今ちょっとやってみますけど、例えば3番の方に近づける、はい、こういうふうにこういうその次のネクストに対して近づけてあげるっていうことをやってるだけで、自然にこの球ボールがどこに行くかっていうことを覚えることができます。で、結構皆さんいいところに出そうとか次の球に入れやすいように出す、こう練習しようとかされる方が多いんですけど、正直細かい力加減が分かんない時もたくさんありますし、ゲーム中も
そこに行かなかったらどうしようって思う方ってたくさんいらっしゃるんですけど、実は意外に意外で近づけてしまえば狙いづらいかもしれないんですけど、セーフティーとか何ですかね、もしかしたら狙えるボールになりやすいっていう2つのメリットが実はあって、で9ボールを次の最小番号、次のネクストに近づけることができるっていうレベルっていうのはかなりなレベルです。例えばこれをじゃあ4番に近づけますよとするときに、4番付近で止める、これ近づいてますよね、はい、これが今言った通りここにコントロールできてると思うんですけど、次のネクストに近づけてあげるというのが9ボールを正しく動かせますよっていう証明になります。そうすると例えば今近づけるっていう表現でついてるんですけど、じゃあそれを置き換えましょうと、ゲーム中はここに例えばですけどこうやってあったら、じゃあさっきと同じようにここに4番があるんで、さっきのケースだとねここに近づけましょうっていう風にやっていくだけで、そのポイント狙うポイントを置き換えるだけで次のネクストっていうものが取れるようになってきます。で例えば的球にくっつける、こう手球の次のネクストをくっつけるっていう練習っていうのが結構理にかなっている部分が多くて、まあこれもそうですけど、こう上ついて近づける、ね、で今近づけに行ってるだけなのになぜかネクスト出ちゃってるよっていうケースだったり、例えばじゃあこういう風にありますよとするじゃないですか、時にどんなやり方でも構わないです。上をついても真ん中ついても下ついてもどんなやり方でも構わないので、7番に近づけるよ、はい、これってある意味近づけるっていうことに関しては成功ですよね。ただネクストに関しては失敗なんですけど、その次の的球がどこにあるのかっていうのを、例えば今この7番がここにあるとしたらこの辺が正解だったりもするので、じゃあこの9番の場所にコントロールするためにはっていうことを練習されるだけで、自然に手球の操り方っていうのを覚えていきますし、逆にこいつに当てればいいんだっていうふうに言われた時っていうのは意外に人間の心理は楽なんですね。あそこに出さなきゃって思ってしまうんじゃなくて、こいつに当てるっていう感覚でついてる方が非常に心理的にプレッシャーなりこうちょっと緊張だったりっていうのは少し減らすことができるので、そいつに当てるよっていう、近づけるよっていうような感じでついてると自然に8番に出てますよっていう風な応用の仕方で練習されると、より9ボールのコントロールっていうのは精度が増していくんじゃないかなと思います。極端な例で言うと、じゃあ例えばもうちょっと強くつくバージョンとかでもそうなんですけど、例えばここにありますよっていう時に、例えばフリーボールで皆さんはここがいいなみたいな感じでついてると思うんですけど、でもそこに生かす精度が、自分に信用がない時ですね、自信がない時はこれを9番の方につけるっていう風にやってあげると、これって一つの目印、要は練習になるのでコースも合わせられる、力加減も練習できる、あとは応用ですね。それを例えば今の9番だったらここに的球があると思ってそいつに手球をくっつけるっていう表現でついてあげると、かなり効率がアップして精度が出やすいんじゃないかなと思います。
そんな感じで入れたボールの次のネクストにこの球ボールを近づけるっていう練習をするだけで、おそらく B 級に一直線で上がれるんじゃないかなと思います。これやってみてください。